にちは、本郷奏太です。今日も懐かしのポケモンカードを開封していきましょう。今日開封するのはポケモンカード拡張パック第1弾、最も古い第1弾のパックです。今日はなんとか手に入れたこのパックをあの頃を思い出しながら開封していきたいと思います。さあ、ではパッケージを見ていきましょう。これめちゃくちゃ懐かしいな、かっこいいです。これ価格291円税抜きと、そして裏面はこんな感じです。ちょっとここで一つだけポイントがありまして、この裏面よく見てほしいんですけど、郵便番号 104-01、 ここ5桁じゃないですか。この郵便番号が、この郵便番号が5桁のものって割と初期の方に売られていたロットらしいんですよ。でこの郵便番号5桁の中でも最初の方に売られてた一部の中に初版と呼ばれるものが存在します。その初版というのは何かっていうと、一番最初の方だったんでテキストが間違っているものとかがあったりするんですよ。特に有名なのがまあこれでしょうね。このリザードン、本来火炎ポケモンと書かれている部分が怪力ポケモンと書かれているエラー版の怪力リザードンというものが存在します。これがめちゃくちゃレアです。でこのパックが初版かどうかっていうのは開けてみないとわかんないし、まあ確率としてはかなり低いと思うんですけど、そんなものにもちょっと期待を膨らませつつ開けていけたらなと思います。はい、間違いなく当時めちゃめちゃ買ってました。かっちょいい。では今回もデザインナイフで綺麗に開けていきたいと思います。パッケージはねぜひ取っておきましょう、貴重なものなので。浮かせつつ刃を入れていきます。絶対にカードに触らないように開けていくという感じですね。おー、キューラがちょっと覗いているぞ。めちゃくちゃ楽しみだ。この段はですね結構収録のカードが多くて、レア枠ってのは32種類存在するらしいです。で必ずしもキラカードが入ってるとは限らないらしい。そこがちょっとね怖いところなんですけど、一番欲しいカードはリザードンとか、あとミュウツーとかカメックスとか、そういうねなんかエースポケモンが引けたら嬉しいなと思いますし、まあそこまで贅沢は言わないにしても、何でもいいからキラカードとかが引けたらいいなという感じです。そしてパックの一番前側にレア枠のカードが入ってるんで、それは一番後ろに回したいと思います。前のカードを後ろにしましたよと。じゃあ見ていくんですけど、初版かどうかっていうのはこのタイミングでわかります。カードの右下にね丸とかダイヤとかそういうのが書いてあったら初版じゃない。どうだ、ニョロモ。あー、そしてこのね丸いマークがあるので、これは初版じゃないです。だから初版のカードに比べるとレア度は下がるけど、まあまあまあいいでしょう。見ていきましょう。ニョロモ懐かしいな、これ持ってたよ。おたまポケモン、おたまポケモンってなんだ。おたま弱視ポケモンとかだったらわかるけど、すべすべした黒い皮膚は薄く湿っている、内臓の一部が透けて渦巻き状に見える。そうなんですよね、このぐるぐるって実はこう内臓が透けてるらしいですよ。そう考えてみるとちょっとだけ怖いですよね。でこのニョロモって進化するとね渦巻きの向きが逆になるんですよ。だから内臓がそのまんまこう左右反転でもしてるんですかね。なんか不思議なポケモンだと思います。じゃあね次めくっていきましょうか。さあ何タイプかな。お、草タイプだ。どうだ。おお、ドガース懐かしい。これも確実に持ってたぞ。ドガースレベル 13HP50、 毒ガスポケモンなんだって。 0.6m、 体重は 1kg、 軽いですね。やっぱガスだから軽いんだろうね。薄いバルーン状の体に猛毒のガスが詰まっている。近くに来ると臭い、近くに来ると臭いらしいです。なんかシンプルなテキストですね。臭いからどうなっちゃうとかは関係なく、近くに来ると臭いらしいですね。3枚目どうだ。お、ダイヤだからこれはアンコモン枠ですね。59番ってなんだっけ。お、ウィンディーだ。伝説ポケモンじゃん。おー、かっこいい。このイラスト懐かしいな。そしてウィンディなんと伝説ポケモンなんですよね。そう、伝説のポケモンってなんだっていうこう定義になってくるんですけど、この子は伝説ポケモンです。あ、出た出た出た。中国の言い伝えのある伝説のポケモン、ものすごいスピードで走るという、来ました中国。出たぞ、ポケモンの中に存在する中国の伝説のポケモンらしいです。ちょっとなんか文脈も変ですね。中国の言い伝えのある
伝説のポケモンらしいです。中国で言い伝えられてる伝説のポケモンとかの方がね、なんか親切かなと思うんですけど、彼の場合は中国の言い伝えのある伝説のポケモンです。ウィンディの次は何でしょうか。じゃじゃん、オクサタイプですね。え、1? 不思議種じゃない？やったー、不思議種、かわいい、懐かしい。はい、これも持ってました。やっぱ初段って一番買ってたのかな。めちゃめちゃ見覚えのあるカードたちばかりだ。種ポケモン、種ポケモン、生まれた時から背中に植物の種があって、少しずつ大きく育つ。生まれるって送り仮名マレルじゃないかな。これでもいいのかな、ちょっとまあ調べてみよう。よし、じゃあ次めくっていきましょう。どうだ、お、超タイプ。63番はケイシー。わー懐かしい、これも間違いなく持ってました。レベル 10HP30 しかないんですね。君は1日18時間は寝ている。眠っている間でも様々な超能力を使うんだって。1日18時間も寝るんだ、なんか犬みたいで可愛いですね。じゃあ次行きましょう。よいしょ、どうだ、水タイプ。お、アンコモンは129後半だと、なんだ、ジュゴンとか。でもジュゴンはレア枠か。あ、コイキングか。え、コイキングってアンコモンなんですね。このダイヤだからアンコモン、コモンよりは珍しいカードとされています。コイキングでした。レベル 8HP30。 あ、ちょっとこれポケモンの釣りをしてるんですけど、餌が完全に、これはあのミミズ的なやつだ。ポケモンじゃない、モンスターボールでもない、これは完全に何かしらの虫が針につけられている。力もスピードもほとんどダメ、世界で一番弱くて情けないポケモンだ。なんでそんなことを言うかね。でもこのコイキングっていうのはね、進化するとめちゃめちゃかっこよくて強いギャラドスになるから、進化したら強いよっていう一文をぜひ書き加えていただきたいものですね。よし、じゃあ次行きましょう。トレーナーカードとか出ないかな。よいしょ。お、4番ということは人影。はい、最高。来た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 。あ、こっちの送り仮名は生まれただぞ。生まれた時から尻尾に炎が灯っている。炎が消えた時、その命は尽きてしまう。そうなんですよね。この人影って尻尾の炎が消えてしまうと、そこで命が尽きてしまうっていう感じなので、なんかね、サトシが人影をゲットした時の出会いもそんな感じでした。人影がね、こう雨の中ね、トレーナーをずっと待ってるんですけど、そのトレーナーには実は人影が捨てられてて、おいおい、人影このまんまだと尻尾の炎が消えちゃうよって言ってサトシが助けてあげるってエピソードがありましたね。そしてここで送り仮名問題が出てきてしまいましたね。不思議種の時は、このレタが送り仮名だったのに、こちら、マレタが送り仮名です。この辺の大雑把加減がなんか昔っぽくて、まあまあいいなと思いますね。どうだ？お！10番ってことは、なんか、あれ？キャタピーとかその辺？ビードルとかその辺？お、キャタピーか！キャタピーでした。レベル13。まあまあ高いですね。HP40。懐かしい。緑の皮膚に覆われている。脱皮して成長すると糸をかけてサナギに変わる。キャタピーはトランセルに進化するとき、自分でシュ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 ってなんか眉を使って進化するみたいな、なんかそういう描写が確かアニメであった気がします。キャタピーはね、イモムシだから霞に怖がられるんですけど、キャタピー自体はすごく愛嬌があって人懐っこい子でしたね。じゃあ次行きましょう。9枚目ですね。3枚目のアンコモンが出ると思います。行きましょう。右下がダイヤだとアンコモン。お、アンコモン。お、そしてやっぱトレーナーカードっぽいですね。なんだろう、なんだろう、なんだ。お、エネルギー回収か。はいはいはい、なんかシンプルなパソコンのソフト使って作りましたみたいなイラストで、手札から1枚のカードを捨てることによってトラッシュから2枚の好きなエネルギーカードを拾って手札に加えることができると。今のエネルギー回収がノーコストで2枚手札にトラッシュから加えられるっていう効果だったんで、この頃はちょっとコストが必要だったっていうことですね。でもこの時代って実はサポートとグッズの区別がなかったから、一旦にね、何回でも博士の研究打ち放題みたいな状況でした。だから正直このコストとかはちょうどいいバランスなのかもしれないですね。ではお待ちかね、10枚目。おさらいするとレアのカードが1枚入ってます。でもそのレアのカードっていうのはキラかどうかは分かんないんですよ、この第1弾っていうのは。いきましょうか。あー、ちょっと怖いな。なんかどうなんだろう、ちょっと
っとじわじわ見ていくよ。おこれはトータイプじゃないか。まず僕の中での第一関門はクリアで、っていうのもこのレア枠トレーナーカードが来ることが結構あるんですよ。でも今回はポケモンっぽかったです。とりあえずキラの可能性がちょっと上がりましたっていう感じだね。トータイプってなんだっけ。とにかくキラカード来てください。じゃあここから一気にめくっていきましょう。せーのドン。お、カイリキーか。カイリキーはめちゃめちゃいいと思うよ。そしてキラカードだ。あー、かっこいい。これはね、多分ね、持ってなかったと思うな。このキラカードは持ってなかったぞ。おー、キラカードのカイリキー。いや、よしよしよし、とりあえずキラカードが出てくれたのはめちゃくちゃ嬉しい。レベル67だって、めちゃめちゃ強いね。殿堂入りできちゃうぐらいのレベル。そして HP100 高い。あ、出た、怪力ポケモンだ。怪力リザードに間違って誤食されてしまった怪力ポケモン。特殊能力反撃。怪力がダメージを受けた時には必ず10ダメージを相手に与える。ちょっとテキストが分かりづらいかな。今の時代よりちょっとだけテキストが分かりづらいと思う。なぜならカイリキーがダメージを受けた時にはっていう書き方をしてしまうと、ベンチにいてもいいのかとか、相手の場のカイリキーはどうなのかとか、なんかね、そういう風になっちゃうんで、だいたい今時はこのポケモンって書いてありますね。その辺も時代を感じますよね。発達した4本の腕は2秒間に1000発のパンチを繰り出すことができる。え?2秒間に1000発のパンチを繰り出すことができる。すごくない?え、つまり1本の腕を1秒間に125回動かしてんだ。だから早すぎてもう見えないでしょうね。レイザーラモン HG のさ、早すぎてゆっくり動いてるように見えますみたいな、そういう風になっちゃうよね。いやー、この怪力はめちゃめちゃいいですね。今回の10枚はこんな感じでした。いや、自分の中では結構満足な10枚ですね。まずさ、不思議だね。人影のこの御三家ポケモンが2匹も出ましたし、キラカードの怪力が出てくれたっていうのが本当に一安心というか、めちゃくちゃ嬉しかったです。やはりキューラ懐かしカード開封めちゃくちゃ楽しいな。もう思い出がブワーッと蘇ってきますね。で、今のところこの第1弾と第2弾のポケモンジャングルを開けてるんで、次ね、第3弾、第4弾と続けて開けていきたいと思いますので、ぜひそちらも楽しみにしていただけたらなと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録等よろしくお願いします。じゃあまた見てください。バイバイ。